さあそして本日はですね、番組に出演する前に、イベントに出演してきましたお帰りなさいというコメントをいただいておりまして、もう先ほど戻ってきたばっかりだったので、もうほっと一息つく間もなく今この場に立っているわけなんですけれども、本当に多くの方に日頃からウェザーリポートや番組の参加で支えていただいていると改めて実感できる本当に温かい時間となりました。お昼の公演と夜も実はシークレット出演ということで少しだけ顔を出させていただいたんですが、昼も夜もどちらも温かく皆さんに支えられてこの番組、成り立っているんだなと実感することができました。ね、楽しかったといただいて感極まってましたね。最後の方、今回900人、会場に入っていただいていたんですが、まあ、チケットもねありがたいことにすぐに完売しまして、5年前にイベントをした時にはもう少し規模の小さな会場で、まあ、100人200人程度の会場でも、たくさんたくさん告知をしてやっと、チケットが、ね、売れるという状況でもあったのが、今となってはこの900人の箱でもなんでこんなに小さいんだっていうふうに、チケット取れなかった皆さんにとっては本当に申し訳ないんですけれども、いつの間にか多くの方にご参加いただき、配信も多くの方に参加してくださっていました。いつの間にかこのたった数年の間に本当に大きな番組になったんだなというのを感じることができ、ね、皆さんに支えられているからこその番組となっています。楽しかったと言っていただき何よりです。そう、今回は初めての出演のキャスターも多かったので人数も多かったので、ね、全員がちゃんとバランスよく喋れるといいなっていうのが今回の私の目標だったので、ね、よかった、みんなそれぞれ喋ることができたかなと思うので、ね、それぞれみんな、ね、頑張っておりますので、これからも応援していただけたら幸いです。皆さんに楽しんでいただくのが、一番ですのでね、これからも、空の魅力を楽しくお伝えするとともに、今日は雨が強まっていて、この後まだまだ雨に警戒が必要な状況続いていきますので、楽しむときは楽しんで、そして災害時には皆さんに頼っていただけるそんな気象番組であるように、これからも頑張っていきたいと思います。何より皆さんの応援参加とウェザーリポートのおかげでここまで大きくなっていますし、これからも伝えられる情報をどんどん多く大きくなっていきます。引き続き力を貸していただけたら幸いです。